分うちじゃのうてええね。余裕のない二人じゃったし、気づきゃ喧嘩ばっかしとってごめんね。ずっと話そう思うとった、きっとうちら合わんよね。二人きりしかおらん部屋でさ、あんたばっか話しとったよね。もしいつかどっかで会ったら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せんのじゃけど、あんたが眠った後に泣くわ。添えてさ。